こんにちは。こんにちは。ときめき韓国語始まりました。はい、今回からね、今日の一言ということで、じゃあ一文章ずつ勉強してみましょう。今日の一言。そう。はい。はい。じゃあ、今日の一言はこちら。はい。꽃가루アレルギー때문에죽을것같아요。꽃가루アレルギー때문에죽을것같아요。これ意味ね。意味が花粉症のせいで死にそうです。っていう。なあね。花粉症多いもんね、日本は。タイムリーだね。そう。これで俺、僕は、調べてみたんだけど、はい。10人のうちに1人だって、3人だって。日本人。日本って。へぇ、結構多いね。そうだね。結構多い。また増えたんじゃない？あ、増えたの？かも。毎年増えてる。なるほど、なるほど。ちょっと、最新の情報じゃなかったから、わかんないけど、増えたかもね。友達、そういえば、ケイタも？そうだよ。そうなんだ。そうなんだ。やっぱ苦しい？そうだね。そっか。大変だな。目がかゆいしね。目もかゆいか。目かゆいよ。そうなんだ。めちゃくちゃかゆい。友達もいっぱいいる？いっぱいいる、いっぱいいる。そうなんだ。3人じゃないかも。どうかね。でも俺の周りは3人じゃないね。なるほど。僕、韓国で見たことないもん。僕は。そうなの？そうそうそう。まんまりいないもん。へぇ。じゃあ、ということで、じゃあ、ちょっと大きく見てみるね。じゃあ、꽃가루アレルギー。꽃가루アレルギー때문에죽을것같아요。はい。꽃가루アレルギー때문에。꽃가루アレルギー때문에。죽을것같아요。죽을것같아요。같아요。ちょっと難しいね。꽃가루アレルギー。꽃가루アレルギーが、花粉症なの。はいはい。꽃가루が花粉、アレルギー、症。アレルギーって言うよね、日本も。アレルギーだよね。そのまま、英語のアレルギー。そうそうそう。アレルギー。そう、そのアレルギー。はいはいはい。꽃가루アレルギー。때문에、せいで、죽을것같아요。死にそうです。死にそうですは、やったよね、この前。この間、なんか、やったね、そうそう。俗語だっけ。そう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 。はいはいはい。じゃあ、最後にもう一回。ケイタ分かった？意味。分かりました。はい、分かりました。じゃあ、ケイタと一緒に読んでみよう。じゃあ、꽃가루アレルギー때문에죽을것같아요。꽃가루アレルギー때문에。これは難しいの。꽃가루アレルギー。アレルギー。そうそうそう。꽃가루アレルギー때문에죽을것같아요。꽃가루アレルギー。そう。때문에。죽을것。죽을것。같아요。같아요。はい。難しかったね、ちょっと発音がね。これは、韓国の耳鼻科に行って言ったらいいのかな。そしたら薬出して。そうそうそう、させてもらうかもね。じゃあ、そうします。そうそうそう。じゃあ、今回の表現はこちらになりました。はい、はい。じゃあ、ということで、今回はここまでです。はい。じゃあ、みんな、花粉症予防。花粉症予防。花粉症予防。はい。してくださいね。します。苦しいそうですね。苦しいだそうです。はい。はい。じゃあね、またね、アンニョン。バイバイ、さようなら。アンニョン。前回、紐を使った漢字を覚えたよね。はいはい。じゃあ、今回はね、6号で勉強しようかなと思ってね。6号。例えばね、4の場合はね、じゃあ